皆さんこんにちは、エルザです。今回は指でキルが取れないときはこれを確認しようとなります。トライストリンガーを使い続けて1年以上が経ちましたが、未だにキルが取れる試合とそうでないときの差っていうのはありますね。ですが試合の傾向を見直してみると、立ち位置が原因なことが多いようでしたので、今回は確認事項というところを紹介していこうと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずキルが取れないときに注意したいのは敵との距離感です。射程を生かそうとするとつい離れがちになるんですよね。特に後衛の人で生存と攻撃の両立をしようとすると落ちりやすい現象なのかなと思います。なかなかキルが取れないですって相談を受けるときは大体これが多いですね。または防衛の時もこの傾向になりがちです。でまずこの状況になるとキルが取れなくなる原因っていうのを考えていきたいんですが、これは主に敵が避けやすくなるということが原因となります。というのも距離が離れていると射程の余力がなくなるからですね。これにより取りこぼしが増えて結果キルが取れなくなるというふうになります。射程を意識するあまりに起きる握力低下につながるわけですね。またこの状況を防衛する上でちょっと危険だったりします。相手が射程が届かないのを理解しているとスペを貯めたり味方の前衛を引きつけたりと打開チャンスを作りやすくなるんですよね。まあ前衛と後衛がそれぞれ孤立するっていう感じです。攻撃が届かない場所にいた場合自由に相手は動けますからね。こういう時にスペを貯めたりとか足場を整えたりされるわけです。でこういった時の対策なんですが、どういうことをするかっていうと、自分が前に詰めていく必要があります。攻撃を当てて届かなかったり当たらないようであれば、少し前に出てかさ当たりでもいいので狙っていくっていうのが非常に大事になってきますね。続いて注意したいのは味方との距離感です。特に前衛との距離感が離れすぎているとキルが取れづらくなっているっていうふうに感じますね。味方の中でもなぜ前衛かっていうところなんですが、これは対面が起きやすい場所が単純に前衛の場所っていうところだからです。後衛がキルを取りやすい相手というのは対面が起きている場所への横やりか、油断している前衛が狩りやすくなっています。後衛の方が取りやすそうですが、お互いに射程を気にして前衛を取り合っているので時間が長引きやすいっていうのがあるんですよね。まあ、射程差負けっていうのもよくあります。その点を考えてみると、味方の前衛が対面をしている場所に横槍を入れた方が、何かとキルが取れやすいっていうのがあるんですよね。まあメガホンが強いなとかああいうのは、この横槍が強制的にできるからです。で、また後衛の場所にたどり着くにも、前衛が倒されてから到達しますので、味方の前衛を生かすことは自分の生存率にもつながっていきます。安定したキルを取りつつ生存率を上げるなら、前衛の味方との距離感はしっかり見ておくってことは非常に大事ですね。また前衛の場所が分かりづらいっていう時は、まずは味方の名前を探すてっていうのをつけた方がいいですね。視界的に左右をしっかり見るよう画面を動かしてみるっていうことが大事です。またこれをすでにしているっていう方に関しては、対面が起きやすい場所を見ると探しやすくなります。前衛がどの位置で対面を起こすか理解していれば、その場所を定期的に見るだけで状況の把握ができるんですよね。とにかく左右をしっかり見て視界を固定しないようにすることが大事です。最後に注意したいことは位置角を狙いすぎないことです。というのもこのゲームジャイロでエイムするので、狙いすぎると悪循環が起きます。まず単純に位置角を狙いすぎた場合ですが、攻撃回数が減るので相手が動きやすくなる可能性というのが上がります。味方が詰めていたり足場が取れているならいいんですが、動きやすい状況で位置角を狙うと相手からタイミングを伺われます。そうなった場合、こちらが攻撃を外した瞬間狙われるので、結構辛い展開ってなるんですよね。また視界的にも位置角を狙うときって視野が狭くなりがちっていうのがあります。適度に狙うのがいいので手数と両立するようにしていきましょう。また位置角を意識しすぎるとリアルでも支障があります。それは体の姿勢が悪くなったり緊張して微調整が難しくなるということです。で、意外とリラックスしている方が位置角を狙えますし、位置角以外の方法でキルを狙う工夫も増えますので、選択肢の増やすということもできます。
これに関しては本当固執をしないのも大事なところというところです。なんか急に当てれなくなったなという時は休憩したり体を伸ばしたりしてリセットをしていきましょう。ということで今回のキルが取れない時に注意したいことは以上となります。キルが取れないといっても単純にエイムだけの問題ではないことが多くあります。そもそも対面の状況が悪かったりとか自分の攻撃がそもそも届いていないとか様々ですね。場合によってはラグの影響っていうのもあります。少しでもキルを取るには当たらない原因を抑えておくのが大事ですので、この他にも注意事項などを決めておきましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。